はい、今回はバク宙をする上で一番大事な部分、回転するところですね。ここについて触れていきたいなと思います。詳しく解説していきたいと思います。バク宙ってジャンプをしてからくるんって回る、そういう技なんですけど、まあジャンプの部分も当然大事です。だからだけど一番差が出やすいところ、差がつきやすいところっていうのがこの回転の部分なんですよ。これが実はバランスボール1個あればどこでもできちゃう、実用的な練習ができちゃうっていう、そういう話なんですね。で、バク宙の詳しいやり方については以前紹介しておりますんで、そちらの方ね、概要欄からまあ飛んで一緒に見ていただけたらなと思います。要はバク宙のコツって、回転のコツって、簡単に言ったら上に飛んだ後どれだけ上手に後転ができるかなんですよ。マットの後転、後転がどれだけ素直に空中で行えるか、上手に行えるか、この2点なんですね。で、当然空中で後転を行うんですけど、地面とは違うから多少ね、感覚やり方がね、難しかったり違ったりとかするんですけど、それをまあ空中バージョンで上手にね、後転を覚えましょうっていうのが今回の目的です。で、こういう練習をしましょう。まずバランスボールの大きさなんですけど、これね、スポーツショップで売ってる一番でっかい大きさのやつです。ただ100円ショップのね、高額商品でこれよりちっちゃい300円のね、商品が売ってるんですよ。そのサイズ、これよりね、2回りか3回りぐらいちっちゃいんですけど、ちっちゃくても大丈夫です。まあ不安だったら大きめのやつを買うことをおすすめしますが、まあこれは一応スポーツショップのバランスボールです。ただ300円の100円ショップで売ってるバランスボールでも大丈夫です、できます。で、あと足がちゃんとべったりつく、普通に椅子に座って足がべったりつくような大きさですね。で、こういう動きをしてください。こういう動きですね。こういう動きで前後ろ前で、こういうことですね。ちょっと顔見切れちゃったかも。で、素直に後転するというところなんですけど、ね、絶対にこれ怖いです。最初やろうと思ったら後転ならないんですよ。例えばこういう感じでこう勢いがつかなくって、こういう風にするんですよ。これね、もう絶対ダメなんですよ。なぜかというと後転になってないから。多分こうなると思います。最初やる人は最初も言った通り素直に後転することなんですよ。後転するっていうのは床でやるとこういうことですよね。こういうことですよね。そうするとここ股関節の角度、この腰の角度を見てもらったら分かるんですけど、後転しようと思ったらここはずっと鋭い角度というか狭いですね、狭い角度でこう回ってきます。このようにして。でもバランスボールの上でやろうとすると怖いからこうなるんですよ。こういう風に、まあ気持ちは分かるんですけど、回転効率両方見比べた時に回転しなそうですよね、こっちだとね。あと頭刺さるし、だから素直に後転するということなんですよ。このようにこのようにこのようにで、話戻るんですけど、回転つかないですよね。こういう風にやったらもう絶対回転がつかないんですよ。なので逆に危ないです。なので思いっきり後転をしにくのが一番安全です。ちょっとよろしくない例を紹介します。多分こういう風になっちゃうんじゃないかなっていう例ですね。ここの角度に注目してください。ここの角度をですね、途中までいいんだけどこういう感じだな。
とかですね。今ちょっと危なかったの。でもね、それでもやっぱり怖いっていう人いると思います。だから最初は僕はあのこれ床の上でやってますけど、座布団とか布団とかあのクッション性のあるものを引いたらいいと思います。で、もし失敗しちゃってもこういう風に逃げれます。こういう風にやって、じゃ怖いと、で少しこうなっちゃった、こういう感じ で失敗したとしたら、まあ、横にね行っちゃったりとかするんですけど、まあ、横に落ちてもあまり大して痛くないと思います。その座布団とかねマットとか引いてたら、まあ普通にこれに落ちてもそんな痛くないかと思いますけどね。もしすごい心配、すごい怖い、怪我とか怖いって言うんだったら、まあもう一人補助がいてね、でここでこう僕が今やった作業やってもらいますよね。で補助してもらいましょう。こういう風に足、お尻をよいしょ、足を上げてもらってお尻をよいしょってあの持ち上がるようにしてもらえるようにすると、まあ、最初に練習しやすいかと思います。これ慣れたら本当遊び感覚でできるんで、そんなに難しい技ではないです。ということで、いかがだったでしょうか。これからバク宙始めるよとか、あるいはバク宙やってんだけどなんかうまく回転つかないよっていう人がいれば、もしよかったらね、この動画を参考にしていただけたらなと思います。以上、村戸でした。